サザエさんだ。母さん、気づいているかい？ええ、5時の方向3キロくらいにスナイパーですね。怖すぎる。どうも皆さんこんばんは、かがとぞです。今回はですね、レベル1 vs ボス戦の第5弾やっていきましょう。で、ちょっと今回こちらのコメントを見てほしいんですけど、レベル1じゃないやんけ。ごめん、ちょ、これね、かかととの説明不足なんだけど、このレベル1 vs ボス全員という企画はですね、はじめレベル1のパーティーを揃えて、で、そっから、そのボスを倒して、いくうちに、その成長させて、で、まあ、全ボスを倒すという企画です。なんか、がっかりした人いたら申し訳ないんだけど、こういう企画なので、ご理解のほどよろしくお願いします。で、それとあともう一つだけ、謝罪を一つ言います。実は今日、グミさんとコラボ週間みたいな感じでコラボしようと思ったんだけど、ちょっとワイポイントが、かかととがワイポイント、ちょっとバカみたいに使いすぎて、なくなっちゃって、で、ちょっと、お助けライブみたいな感じで、ちょっとふざけすぎてて、ワイポイントたまらなかったから、はい、ずらさせてもらったんですけど、グミさん申し訳ございませんでした。ちょっと今の現状だとなんか どんな感じになるのかわからないんですけど、ちょっとごめん、まだかかととが勝手に決めてる段階なんだけど、一応8月の中旬ぐらいにコラボしたいなって思ってるんだけど、グミさんもし見てたらコメントの方でなんか OK か、お前ふざけねえよみたいなコメントください。で、なんかちょっと今なんかこのコラボができないみたいな話した後でこうやって話するのちょっと申し訳ないんだけど、明日カイラさんとスコアタのガチ対決しますので、ぜひお二人のやつをチャンネルをリンクに貼っとくのでぜひ見てください。そして気づいたらボスを倒してた。それではまた。